前回の屍の森のボス、1時間くらいかけてめっちゃ倒しました。ちなみにそれは生放送でやったのでもし見たければ説明欄にあるであろうリンクからどうぞ。どうも、ランザム霊夢と、ランザムマリサだどん。ランザム雪だか。前回のボスを倒してエメラルドがたくさん集まったからサクサクダンジョンクリアしていきましょうか。前回剣を回収しただけで終わった、古代の地下墓地に行ってくるよ。じゃあ、頑張ってねー。その1、古代の地下墓地。まあ、もうボスくらい簡単にひねれるレベルに達しているから全然怖くないね。オラオラ、どうしたザコルトン？所詮君たちはこんなもんなんだよ。何でノーマルで逃げてるくせに何言ってんだかこいつは。そうそう、魔法を新たに購入し、周りの雑魚を一掃できるようになりました。あれだね、剣でも一撃で倒せるし、魔法で一気に倒せるようになったらもう無敵ですよ。それじゃあ、ここからはもう特に見せ場はないので、世界は闇に包まれているのだ。とでも言っておきましょうか。はい、そんなことしてるうちにボス戦です。今回の敵はケロシスという人みたいですね。まあいいや、先手必勝で突っ込もう。破壊の光を、敵を飲み込む。破壊の光。なんかかっこいい。くらえ、悪を切り裂くロンズデイライトソードアタック。どこに行った？これじゃあどこにいるのかわかんねえよ。骨の鳴る音。すでに下にいたのか。位置がわかればあとは簡単。さあ、くらえ、悪を切り裂くロンズデイライトソードアタック。あ、そうそう、ロンズデイライトってのは六宝章ダイヤモンドと呼ばれ、今現在存在する鉱石で2番目に硬い鉱石だったかな。なんか、隕石が地球に衝突した時の大きな熱や圧力で隕石中のグラファイトの構造が変化してできるらしいけど、詳しくは知らないな。それより、敵が普通のスケルトンからウィザースケルトンに変わったね。敵の行動パターンがとっても豊富で、時々マイクラをやっているのかどうかわからなくなるレベルにすごい作品ですよ。これは、と、作品の評価とともにボス撃沈です。ここのボスはなかなか楽しかったです。あ、おかえり。ただいま。せっかく集めたお金だし、新しい装備を買ってエンチャントしようかな。無駄遣いは厳禁だぜ。よく言うよ。普段働かないくせに。ん？何か言ったか？いやなんでも。じゃあ、頭装備はこのワールドの専用装備、耐久力無限の装備があるんだから買わなくていいじゃないの。まあ、人間誰にも間違いはありますから。え、お前人間だったのか。お前が人間とか、わら。うえーん。まあ、この際私が人間かどうかなんてもんはどうでもいいんですよ。そんなことよりエンチャントだ。普通だな。そうね。普通だな。そうね。ゴミしか来なかったので魔女の隠れ家に行ってきます。行ってらっしゃい。こいつら、少しは働けよ。その3、魔女の隠れ家。道中はめんどくさいので、バッサリカット。このダンジョンにはアクション要素が追加され、まあまあ面白かったです。まあ、私程度のクラフターになれば一発クリアも余裕ですよ。一発クリアとは？もうボスです。道中には蜘蛛の目とフグを要求してくる変な奴もいましたが無視しました。まあ、ボスを倒せば万事解決。え、なになに？ボスじゃなくてただの村人じゃないか、だって？違いますよ、あれはヴァンパイアですよ、多分。とりあえず、何してくるかわかんないけど装備結構強いし、大丈夫だろ。攻撃の一つ目は敵本体を中心にウィザー状態になる魔法か。剣族たち？なるほど、何かを召喚する魔法か。いて、村人ゾンビ。攻撃ができないぞ。こいつらは無敵なのか。魔法も効かないなら、無視するしかないな。めんどくせえな。君たち、ちょっとしつこいよ。どっか行ってくれ。
ああ、もう、先行け、ゴーレム。皆さんは、お気づきだろうか。首がー。私の秘密を知ったからには、死んでもらおう。二度目の戦いとなります。勝利の女神が微笑むのはどちらか。よし、今回は先手必勝だ。攻めに行くぞ。この最初に名乗っている時がチャンス。一気にやってしまおう。このボスは無敵ゾンビ召喚が一番厄介だからね。それをやる前に沈めてやろう。意外と体力多いな。やばい、ゾンビが出てきた。うん、やったぜ。戦略的勝利だ。やはり、初めて倒した時は嬉しいですなぁ。それじゃあ、今回はここら辺で。ご視聴、ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いしません。